こんにちは、タカです。今日はね、ちょっと、これ、前に、ペントレーディング、いつだっけ？ゴールデンウィークぐらい？まあ、両国かな？両国で、行われたペントレに行った時に買ってきた、ヌルリフィルっていう紙。これがね、まあすごいんですよ。書きやすくてね、書き心地が気持ちよくて、インクの発色がすごい綺麗、で、このヌルリフィルって、紙の素材としてはユポ紙、ユポ紙なんですよね。ただ普通のユポ紙とは違うんで、ちょっとね、特殊な加工してあるから、インクを弾かないようにできてるんですよ。基本的にユポ紙っていうのは万年筆には向いてない紙です。で、この間書き盛りに行った時もユポ紙あったんですけど、万年筆にはね、全然向いてない紙でした。書き心地は気持ちいいです。だけどインクがね、いつまで経っても乾かないんで、ちょっと使えないなっていう紙で、それでそれを使えるようにしたのがこのヌルリフィルっていう紙なんですよ。これすごいよね。で、こうインクの本来の色がね、これでわかるっていうふうに、まあその本来の色って何なんだろうって思うんですけど、本来の色というか、その紙との相性だから、ヌルリフィルに使った時はそういう色、他の紙で使った時はまた別の色味っていうね、そんな感じだと思うんですけど、でも発色もね、やっぱり綺麗で、かなり僕の印象だとこのヌルリフィルに書くとね、明るく色が出るっていう印象があります。ということで、いろんなね、色チェック、これでヌルリフィルでもね、いろいろやっていきたいんですけど、書き盛りで作ったオリジナルインクをこのヌルリフィルディ、ヌルリフィルディヌルリフィルに書くとどういう色味に映るのかなと思って、今日ちょっとやってみたいと思います。これですね、書き盛りで作ったインク、結構気に入ってる。ちょっと緑系の、なんだろう、こんな色なんですけどね、緑、ちょっと枯れた緑みたいなね、まずはこれね、これに、入ってます。これ EF2 部、こんな感じ。あ、結構あれだね、このインクにじむね。裏写りとかはもちろんしてないんですけど、すごいにじむ。実はこのヌルリフィルに書いてない時、ヌルリフィルじゃなくて他の紙に書いた時も、この書き盛りで作ったこのインクってね、結構にじみやすい、他のインクよりもにじみやすいなっていう印象はね、強く感じてたんですよ。すごい結構にじんだ。ちょっとガラスペンで書いてみようかな。
うん、おお、にじんでいく、すごいな、結構にじむな、すごいね、こんなににじむ。ちょっと他のインク、アフタヌーンティーのね、よいしょ、これなんだっけ、これクジャク、クジャクだっけ、これは色しずくですよね。にじまないよね。にじまないね。やっぱりこのかきもりのインク、すごいんだ。すごいね。にじむね。こんなにじむと思わなかった。じゃあ次はね、これ、プラチナの古典インク。カシスブラック。まあにじまないよね。ちょっとだんだん色が変わってきたかな。うん。うんうん。そんなにじまないよね。そんなっていうか全然にじみはしないよね。すごいなあ、このかきもりのインクはすごいね。セーラーのプロムナード、キワグロですね、ナノインク。まあキワグロは前もね、このヌルリフィルに書いた気がするけど、うん、にじまない、基本的にはにじまない。でもこれすごい、かきもりのインク、これ何なんだろう、このにじみの原因って。すごいね、結構ここまでにじんじゃうと使えないよね。なんだろうね、何の成分がこうこんなにじみを作ってるんだろう。おー、ちょっと予想外でびっくりです。このかきもりのインクの色をチェックしようと思ってたのに、このにじみが気になってそれどころじゃない。うん、すごい。というわけで、うん、なるほどね。なんかちょっと別の動画になっちゃったな。うん。ちょっと今度いろんな色を、このヌルリフィル使ってね、描いていきたいと思います。うん。とりあえずかきもりのオリジナルインクはにじみやすいインクですっていう、それだけは分かりました。うん。で、今度ヌルリフィルとそれ以外の紙の時の、色味の違いをね、ちょっと見比べてみようかななんて思います。それでは。